幼い頃からパイロットになるのが夢だった僕は、国内での訓練環境が最高に整っている崇城大学に魅力を感じて、入学を決めたんです。とはいうものの、夢見るだけのごく普通の高校生が本当にこう空を飛べるようになるんだろうかと正直不安はありました。入学してからというものを人生で一番勉強したと言えるぐらい頑張りました。もちろん辛くてくじきそうになったことも何度もありますが、そこはパイロットになるという同じ目標を持つ仲間たちと励まし合い、そして一歩ずつ着実に目標に向かって成長したと今では感じています。深谷君はですね、IQ が150以上なんです。で、何でも標準以上に凝らします。操縦技術と、あと知識の面と、あと人間性もね、まろやか で教官としては理想的な学生です。これから会社に入って頑張ってほしいと思います。将来プロのパイロットとして活躍していくためには、知識また技量だけでなく、より安全にそして正確に、なんかお客様のことを考え快適に、さらに経済的にフライトを行う必要があると考えており、そのためにはチームワークが欠かせないと今は非常に強く感じています。そのため今は同期とさまざまな経験の共有というのをすごく大切にしています。この経験を生かし、将来につなげていきたいと自分では思っています。